先週末はポケモン GO で盛り上がった仙台市。あさってからは7年ぶりに東北絆祭りが開催されます。東北6県の祭りが一堂に集まるイベントに向け、市の中心部では準備が進められています。東北絆祭りのメイン会場の一つ、青葉区の西公園。あさっての開幕に向け作業が急ピッチで行われています。こちらでは今朝、青森県から到着したねぶたの組み立て作業が始まりました。ねぶたとしては中型ということですが、幅8メートル、高さ 2.5 メートルとすごい迫力です。トラックに乗せるため3つに分けられ運ばれてきたねぶたは、明日細部の調整が行われ祭り当日を迎えます。東北の人が一つになる場面だと思ってますので、あ、青森のねぶたが来たんだなっていうのをこう感じていただければと思ってますね。東北絆祭りは震災の犠牲者への鎮魂と復興への願いを込め、2011年に始まった東北六根祭を引き継いだ祭りです。東北六県が持ち回りで開催していて、仙台市では7年ぶりとなります。2日間にわたって開催される祭り、まず初日8日の見どころは、一番町の3つの商店街で披露される流し踊りです。盛岡の三叉踊りや山形の花笠祭り、そして仙台のスズメ踊りなどを間近で楽しむことができます。またこの日は午前11時から仙台市中心部の上空でブルーインパルスによる展示飛行も行われます。そして祭りのハイライトは、なんといっても2日目の午後1時半にスタートするパレードです。青森ねぶた、盛岡三叉、仙台七夕、山形花笠、福島わらじの総勢およそ1000人が常禅寺通りなどを練り歩き、秋田の竿燈が3カ所で披露されます。六祭りのそれぞれ精鋭たちが集結するので、普段各地でご覧になっているお祭りよりもさらに見応えのある祭りになっていると思います。東二番町通りに有料の観覧席が1500席設けられますが、それ以外の場所では無料で観覧できます。さらに会場ではホタテやきりたんぽ、牛タンといった東北各地の食も楽しめます。実行委員会では2日間の人出を合わせて45万2000人と見込んでいます。